痩せ体質を作りたい人はこれです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、痩せ体質を作るためにおすすめな自重トレーニングで最高のスクワットというのを紹介します。片足でスクワットをするということになります。まずスクワットをすることによってですね、筋肉のつきやすさが高まる、あとは代謝が上がるっていうね、効果を望めます。上半身しっかりね鍛えて痩せたいよっていう人もね、下半身鍛えた方がエネルギーの代謝が良くなってですね、痩せやすくなります。左右5回ずつをね、皆さんと一緒にやっていこうと思います。まず説明をします。はい、手はですね、こうとかこうとかこうとかバランスをとってください。慣れるとですね、まあこういう感じで片足でしゃがんで立つっていうことをするんですけども、まあ、慣れない人はね、手でバランスを取りながらやってください。基本的には足を前に出してしゃがむんですけど、前に出してね、辛い人はこういう感じで膝を曲げてしゃがんで立ち上がってください。これを毎日ねやることで、重りがない人でもね十分鍛えることができますので、今から一緒に5回ずつやっていきましょう。きつい時は掛け声を出しながら立ち上がってください。では行きます。ダー、あと4回です。はいよ、みんな頑張ってください。はいよ、せい、はい、ラスト、ダー、OK です。反対足いきましょう。いや結構効きますよね。いやもしかしたらね、片足でしゃがめない人もいるかもしれません。そういった方はね、膝を後ろに曲げて一緒に5回いきましょう。あと5回です。いきましょう、ダー、せいや、あと3回です。あと2回、よいしょ、はい、ラスト、やったお疲れでした。たったの5回、どうでしたか？両足でスクワットする何十回よりもね、効果がありそうですよね。まあ、立ってね、しゃがんでっていうのをたったの5回やるだけなんですけども、結構ももに来てます。タートルです。いや、やっぱりですね、少ない回数で効くっていうのはね、やはり継続しやすいメリットがあります。あとは時短になりますね。ということで、あとは重りを持ってねやるってなると、やはり買うとね結構コストかかっちゃうし、あとはジムにいちいちね行ってねやるよっていうのがね、上級者の人はね続きますけど、初級中級の方っていうのはね、なかなかやっぱりわざわざ出向いて使ってない器具見てね、まあ、使ってみようかなとか、あとは順番待ちしてね、あの機械空いたら使おうかなとか、なかなかそういったねことがね面倒になってきますんで、まあ、自宅でトレーニングでもね全然いい体型作れますし、もちろん物がなくってもですね、今みたいにスクワットはね十分効きますんで、まあ、立ってねしゃがんでっていうたったの片足でやるだけで、まあ、10回20回とかできたらね、まあ、結構ね重たいもの持ってスクワットしてるぐらいになりますんで、まあ、今みたいにねコツコツと今の片足スクワットたったの5回毎日やってみてください。まあ、やるタイミングなんですけども、結構きついなって思う人は夜です。まあ、割とねいけるなっていう人は朝がおすすめです。よかったらまた頑張ってみてください。いろいろねこういった動画作ってくださいよとかね、こういったことを教えてくださいよっていうのがあれば、ぜひグッドボタンとコメントをセットでやってみてください。まあ、今日は簡単な動画でしたけども、まあ、ぜひチャンネル登録をしてない方はよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。